はい、ということで今回からスタートしました SD チャレンジのワンポイントアドバイス動画、あのレッスンとかではないです、あの一応あのなんていうんですかね、皆さんの演奏のための、一つの提案ですねを、今回からねやってみようということで、第1回目はなんと、ノーフューチャーモードということで、ものすごく難しいところですが、まあ、これからのバックナンバーのねあの方も少し作っていこうかなとかっていう話をしていました。ということで、細かい部分なんですけれども、今回基礎的なね実はフレーズがずっと続いております。ただものすごく早いなので、ちょっと難しく感じますが、アーティキュレーションなんですけれども、ちょっとこんな感じで吹いています。ゆっくりありますね、細かく動くところからです。いかがでしたでしょうか。これだけだと何が何だか分かんないと思いますので、ちょっと解説していこうと思います。最初の塊、7つあるんですね。トゥル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 トゥってあるんですけど、これ全部今言ったようにスラをかけています。ここまでですね。最初の方ちょっと合わなかったけど、こういう風にしております。その後ですね、このここはゴーストで飲むとかっこいいですね。こういうとダサいので、出ないぐらいの、その次のこの芸の音をしっかりと鳴らすためにゴーストしていきます。出したいですね。まあここ2つぐらい私は飲んじゃってると思います。なぜ早くやってるので、何やってるかちょっと分かんないんですけど、ね、上にクッとこう出た音だけ全部発音していくという感じでやるとかっこいいですね。わかりますか。山がこういう風にグッとこうフレーズの山が出てくるところの頂点だけ出してあげて、他のところはそんなに頑張らない、こういう風にしてあげるとかっこいいです。最後だけ、ここはまあ普通にタンギングして、裏からねタンギングして登っていくとかっこいいんじゃないですかね。感じで、やるとですね、できるか分かんないけど、というふうになります。いかがでしたでしょうか。これはまあでもあくまでも一例なので、ここからねやりやすいものだけ、抽出して自分の演奏の中に取り入れていただいても構いませんし、全然参考にしなくても構いませんしね、これが別に正解というわけではなくて、私はこうやってますよという紹介でした。実はこれエリック・マリエンサルのフレーズなんですけど、エリック・マリエンサルはもっと高度なことをやってます。最初のトゥル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 っていうところ、実は彼はですねハーフタンギングで全部区切ってるんですね。私も練習したんですが、ちょっとこの速さではちょっとこれができないので、ちょっとねこれ私今回は間に合いませんでしたので、これはちょっとギブアップです。今度ねちょっとずつやって私もできるように皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ということで SD チャレンジ、